こんにちは TF の鈴木です、えー、今日はこちらのバッグをご紹介していこうかなと思います。テンベアと別注で作りましたマーケットトートの L サイズというサイズになります。えーまあ、マーケットトートという名前ですので、えーまあ、その名前の通り食料ですとか、まあ、雑貨なんかをこう運んでいただくためのトートバッグとして、えー、作られたバッグです、えーまあ。うちでも今年の8月ぐらいに 通常のインラインのものっていうのを展開しておりましたので、まあ、動画でご覧いただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもちょっと下に出しておきますこの時やっていたのが通常ラインに出ている M サイズぐらいのサイズ感ですねそれよりも一回り大きな仕様に今回別注をさせていただきました。 で色味っていうのも基本的にこう、まあ、今秋冬シーズンですけど、まあ、春先とか夏場にも使えるようにこうシーズンレスでえ使いたいなというところでオールナチュラル、はいえー、まあ一応持ち手の部分とボディーとで少し半分の重さっていうのを変えているんですけれども、まあ、それだけの仕様なので基本的に透明に見るともう単純にえこのナチュラルから一色というところでえ今回作成をしました、えー、まあどうでしょう我々、えー、30代 まあ40代の方、えー、少しおじさんがこうチラチラっとえ頭に出てきた方、えー、まあ冬にアウターを着て、えー、少しコンパクトなバッグだとちょっと可愛らしすぎるかなというところもえあったりしたのでなんかバランスとるのに少し大きめなバッグっていうのが欲しかったなというところで、えー、今回このバッグを作りました。 えー、本当にシンプルな作りで内側に一応小さなポケットついてますので、まあ、それこそ携帯電話とか鍵とか細かいものっていうのは一応入るような仕様にはなってます、えー、もう本当にばさっと物を入れていただいて、えー、普段使いでもそうですし、まあ、年末年始ちょっと規制される際なんかに使っていただけたら、えー、非常にいいバッグかなと思いますで、えーまあ、基本的に今表面ちょっと加工かかってますので最初生地感硬いんですけど使ってくると少し馴染んできます え汚れが目立つ場合なんかは、えー、最初のうちはこう水を通さずにですね、えー、例えばちょっとだけ汚れた部分を歯ブラシでこう洗剤で洗うですとか、えー、そういった、えー、お手入れをしていただければと思います。えー、まあ最終的にはもう洗濯機にポイッと入れていただくとあの丸洗いもできます。 えまただですね少し加工が取れてくるので洗濯機に入れたりとかこうお水通していただくと少しくたっとした表情っていうのがまあ出てきますのでまあその辺はお好みでもうそろそろ洗おうかなというタイミングで皆さんえ自由に洗っていただけたらと思います。 えー2 a なので、まあ、あの手持ちのハンドルそれから肩掛けのショルダーっていうのもついてますので、えー、まあどちらとしてもどちらでも使っていただけるそんなバッグかなと思います。ぜひお試ししくださいいありがとうございました